さんこんにちは、あやのです。今日はバリスティックボーイズの京都公演に行った日のオタク Vlog です。ぜひ最後までご覧ください。まず最初に京都の車崎神社に行ってきました。京福電車の車崎神社駅を降りるとすぐです。メンバーの名前がたくさんあって探すのがとても楽しかったです。本日の主役マサの名前もとっても優しい方が教えてくださり見つけることができました。続いて京都市役所駅から歩いて5分のヒューマンメイドにやってきました。レトロな建物にヒューマンメイド、とっても可愛いです。そして今年の5月にヒューマンメイド内に新しくできたブルーボトルコーヒーに行ってきました。前回おつもパールがあった場所になるんですけれども、今まではなかったヒューマンメイドの店舗への通路もできていてちょっと驚きでした。今回私たちはスチームミルクを注文しました。店内の白とマッチしていてとても可愛かったです。続いて参戦服の紹介に行きたいと思います。バケハはねとっても質問多かったんですけれども、 WeGo で購入しました。トップスとパンツはですね、どちらもインスタで可愛いって思ったものを今回ピックしました。アカウント名をね載せておくので、気になった方はぜひチェックしてみてください。この日撮った写真はインスタに載っているので、こっちもぜひ見てね。最後までご覧いただきありがとうございました。これからもオタク Vlog 楽しみに待っていてください。